ホンダアコードクーペは、ホンダ技研工業が生産、販売していたクーペ型の乗用車である。このモデル以降は日本には正規輸入されていないが、アメリカ大陸の他に欧州への販売がある。日本には正規輸入されていない。2007年8月21日に発売が開始された。エンジンは直列4気筒 2.4 リットルと V 型6気筒 3.5 リットルが搭載され、V 型6気筒エンジンには6気筒のうち2気筒、もしくは3気筒を休止する可変シリンダーシステムもある。2012年1月に行われる北米国際自動車ショーにアコードクーペコンセプトを出展することを発表した。北米においては2012年から2018年まで販売され、アコードのセダンモデルが10代目へと切り替わった際に、モデルが廃止となった。自動車、年間1994年版、1994年、31ページ。アコードクーペ1988年4月から1990年3月生産モデルのカタログ。リクルート株式会社。2020年1月19日閲覧。https://www.honda.co.jp/news/1990-392-190322.html アコードクーペ1990年4月から1994年2月生産モデルのカタログ。リクルート株式会社。2020年1月21日閲覧。https://www.honda.co.jp/news/1994-4940223 アコードクーペトヨタ自動車株式会社2020年1月21日閲覧 NSX コンセプト新型アコードクーペコンセプトなどを2012年北米国際自動車ショーに出展ありがとうございます。